万歳、本日はですね、これはちょっとまた今までちょっと来たことないところなので、ちょっと緊張をしておりますけど、あの本日少し、レコーディングということをしたいと思いますので、その、一緒にやってくれるこのゲストを紹介したいと思います。この方です。おばざーやったーやっと何年ハン君です。ハン君です。ハン君です。あれこれあれいつでしたっけ、宮古島ですよね。あの時に初めて会いまして、はい、そこからこうちょっとおばんざい屋のオープニングを作ってくださいみたいな話になって、はい、まあ、おばんざい屋ももうあれから7月ね、確か16日ぐらいで、2周年なんですよ、配信されて。で、まあ、今ずっとこう最初に、まあ、僕がおばんざいおばんざいっていう掛け声をして始まるんですけど、やっぱそれじゃあちょっと面白くないというので、ぜひオープニングを一緒にね作ってください、ハン君っていう風にしたら、いいよって言ってくれたんで。そうなんですよ、もうそんなの光栄中の光栄ですよ。いやいや、そんなことないですよ。でね、車の中でどんなのがいいんですか、はい、みたいな。いや確かに確かに、もうやっぱ確かにアーティストの血も入ってるんで、やっぱりもうすぐでしょ、メロディーと言葉がすぐでおばんざいみたいな、すぐできた。それだっていうことでね、確かにね、すぐでしたね。確かにそうですよね。なので、はい、もうその時のフィーリングっていうか、うん、アイデアってやっぱもったいないから、はい、やっぱりそれを生かした方が絶対いいと思ったんで、うん、やっぱそれを生かすイントロ、うん、はい、要は番組の冒頭のテーマソングじゃないですけど、うん、ジングルみたいなのができたらなと思うんですけど、はい、そういうのどうですか。いやもうぜひですよ。っていうかハン君、はいはい、仕上がってます。いやいや、いやいや、そうですね。仕上がってます。いや、ハン君いつもね、最近ね、うん、バンバンバンっていうラジオがあるんですよ。知ってますよ。はい、それに最初に元気ですかって言って声出して始まるんですけど、うん、それで結構喉がちょっと調子悪くなるんですよ。なんで。朝、まあ、シャワー入るじゃないですか、うん、まあ、寒い時はお風呂、うん、で純恋歌ちょっと朝歌うんですけど、バンクうまいからな、ちょっと高すぎてきついっす。朝はきつい。朝はきついっすね。きつい。めよめよめよじゃないですか。いやいやいや、めよめよめよ。いやもうそんなことやってたらちょっと進みません。やりましょう。いや、やりましょう、やりましょう。発声練習いいですか。めよ、はい、行ってください。めよ、あ、いい声出てます。いきますよ。めよめよめよ、あ、いいですね。めよ、あ、いいですよ。行きますよ、いきますよ、はい、じゃあそろそろ行きますからね、はい、ほんま行きますよ、ほんま行きますよ。ではですよ、はい、早速、はい、なんですけど、はい、番組の冒頭のきっかけになるテーマソングじゃないですけど、はいはい、なのでおばんおばんおばんざいおばんざい、うん、バーンみたいな、あのぐらいの尺かなと思って、うん、そうですね、それを実際イメージして、うん、ちょっと作ったのがあるんで、あるんですか。一回ちょっとまだ歌は入れてないんですけど、こんなのっていうのがあるから、それは流してもいいですか。一回、いやいや、これちょっと、いや、これはすごいですね。これはいきます。はい、みたいな感じの尺で、ほー、で、ここに、はい、一緒に考えた、はい、このフレーズ、はい、を乗っけたらどうかなと思って、はい、なんとなくなんですけど、はい、この尺でできたら、なるほど、あとでちょっとこう声とかをさせてもらって、なるほど、作っていったらうまくいくんじゃないかな。いやー、ぜひ、もうそれはもうハン君にも全て任せますから。なので、バン君、はい、撮りましょう。はい、わかりました。わかりました。ウォーミングはもういらないですから。発声練習します。いや、大丈夫です。めよ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 、バッチリです。めよバッチリです。バッチリです。あのスタジオ入ってまだ10分ぐらいなんですけど。いや、10分ぐらい。あ、これこれや、これや、これ。ち、あい。はいよ。かっこいい。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。
気持ちが入っています。来た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 。おばん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 ざばん。あ、いいですね。これはいいな。すごいなこれ。あ、どうすか。じゃもう一回練習します。はい。おばんおばんおばんざいおばんざいばーん。もういいもういい。タイミングでもバッチリ、声もバッチリ。これ大きさはもうこれぐらいの声で出してしまっていいんですか。全然、むしろもう試合中の時、もうなんでよこさねえんだよみたいな、なるほど、時のぐらいのあの感じの、はい、うわー、着がさ、もう一回お願いします。はい。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。もう一回いきますよ。わかりました。いきましょう。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。完璧じゃないですか。いやはい、聞いてます、聞いてますよ皆さん、はい、聞いてみましょう。おバッチリじゃないよ。これはハン君の声も乗るんですか、これに。これはまあ乗って全どっちでも全然、ね、いやそれだってコラボやから2人の声があった方がいい。じゃあちょっと、じゃあ1回俺のさっきのガイド出してもらって、はい、ちょっとじゃあこれに、はい、あ、ちょっと待ってちょっと待って、はい、これ1回ここだけ。すごいですよこれは。これは豪華ですよ。じゃあもう1回、もう一個、OK、ですこれに重ねるっていうことで、はい、わかりました。お願いします。 OK です。最後のお土産テイクでございます。 OK です。よろしくお願いします。はい、行こう。はい、キックオフ。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。やったー。ちょっと最初遅れたかな。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。すごい揃った。いやこれはすごいですわ。いやなかなかこういうところに入って声を出して、はい、一発であんななんつーのビビらず、はい、あの声量でできる人ってなかなかいないんで、はい、さすがアスリートの。いやいや、もうハン君がこれだけこうやってもらったからですよ。いや素晴らしい。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。いやーもう何回も聞いちゃう。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。もう一回聞いちゃう。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。やだありがとうございます。いやちょっと興奮しました。もうなんかもう汗めっちゃ出てきたもんだって。いやいやいや、これ子供たちがこれ歌ってくれたら嬉しいなね。え、はい、バン君がサッカークリニックとか行って、ね、これね流して。いやいや本当っすよ。バンド君、バンドの龍二さんでーす、はい、言われてこの曲の間で、おばんおばんおばんざいおばんざいバーン。ね、子供たちと一気に最高っすね。じゃあもう本当にちょっと楽しみにしてます。はい、いやちょっと皆さんどうでしたか。これこんなないですよ。普通こんなお願いしますって言って、あの宮古島でいいよって言ってやってくれるこのハン君。いやいやいや本当に、だからね、まあ、今度はちょっと俺も生意気にもバン君にお願いを聞いてほしいなと、うん、はい、何でも何でもですよ。その時はまたぜひコラボでも何でもまたお願いさせてもらってお願いします、はい、いや楽しみやわ。であとねバン君、はい、今の出てきたじゃないですか、はい、だけどもしもこれに、うん、俺も歌参加させてもらって、はい、一曲っぽくなったらどうなるだろうと思って、はい、ちょっとやってみたんですけど、はい、聞いてみてもらっていいですか。どういうことですか。
ハーモニーさ、簡易的でいいから、はい、一回ちょっとチューンとかかけて。バン君撮り終わった後に、こっそり、こっちにサビ貼っといて、ボーカルを。ダメだ。撮ったら。よし、できた。間に合った。うわ、すごい。お疲れ様です。バン君。あ、バン君。バン君、バン君。おぉ、これは、これは初めて来ましたよ、こんなスタジオの番組スタジオ早速やりましょう。どういうことっすか。ある、あ、一曲そんな長くないけど、はいはいはい、これに例えば俺のパートとか入ったらどうなるかみたいなので、はいはい、おばん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 ざい、おばんざい、バーン。なんて言ってんすかこれ。チャレンジャー、うん、挑むチャレンジャー、俺ら挑むチャレンジャー、うん、バンバン行くぜ。おばんざいを見ていろんなことにチャレンジして、うん、いろんなジャンルとサッカーをつなげてるなと思って、はい、俺なりにチャンネル見させてもらって感じたことを頼まれてないのに、頼まれてもいないのに勝手にちょっと歌に乗っけてみた。いやいや、これは大興奮ですねこれは。なので事実上コラボレーションということで、いやいや、これもじゃあ、 あのこっそり後で送らせてもらおう。あ、いや、ありがとうございます。バン君、ハン君ですよこれは。一個のいや最高ツールとして残ればなと思ってました。いやでも こんなちょっと貴重ないろいろな経験させていただいてありがとうございました。いや、こちらこそ本当にバン君とあのスタジオに入れるなと思ってなかったし、でも本当にこうやってあの俺たちアーティストとかミュージシャン以外の人とスタジオ入って、うん、なんかその人たちがやってる姿とか見れると、うん、俺たちもなんかめちゃくちゃ元気出るし、うん、なんかそのフレッシュな感じっていうのは、うん、なんか自分たちもなんか純粋に楽しんでる姿を見れることが俺たちもすごく楽しいし、うん、なんか改めてやっぱこうエンターテインメント、サッカーもエンターテインメントだし、うん、音楽もエンターテインメントだし、エンターテイナーたちがつながったらもっと今の世の中もう混沌とした世の中すらもう、 こう晴れるようなね、やっと J リーグでもね声出したりも、ね、そうですね、少しずつできるようになってきたし、はい、僕たちのライブも少しずつ声出せるようになってきたし、うん、本当に声を出して声を上げてつながれる、うん、そういう場所がどんどん戻ってきてるから、戻ってくる頃にはね昔を超えていけるように。いや、これはもうまずはこのおばんざい屋からでしたけど、こっからそのね、うん、J クラブとか行ってみたりとか、うん、J リーグのもうテーマソング勝手に作ってみたりとか、ね、いいですね、日本代表のテーマソング勝手に作ってみたりとかして、勝手に作りまくるんだ、勝手に作りまくるシリーズですよ、うん、これは。あ、そうですよ、勝手に作る、誰も何も言わないんだから、ね、勝手に作るんですから、ね、採用するんはどうぞと、ね、ご勝手にですからね、ご勝手にですからね。本当に、いやー、ありがとうございました。じゃあ最後ちょっともう一回このテーマソングをちょっと歌いながら最後ちょっとバーンで締めたいと思います。いいですか、もう一回。いきますよ、はい。おばん、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 おばんざい、おばんざい、バーン。